皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴ありがとうございます。トライクで走行中、右側接レーンの手前などで白いストライプ模様のペイントを視界に入ったケースがある方も多いのではないでしょうか。これはゼブラゾーンという道路表示、普段あまり気にしないゼブラゾーン。今回はゼブラゾーンはどのような理由で存在するのでしょうか。また通行しても OK なのかについてお伝えしていきます。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントしていただければ解決させていただきますので、チャンネル登録お願いいたします。それでは本題に入りたいと思いますが、ゼブラゾーンは運転可能なのか。ゼブラゾーンは導流帯とも称される道路表示で、交差点の手前の段階などで斜めの白線を白い枠線で囲んでいる不画線のことを言います。右折帯の手前で目に入ったことがある方も多いのではないでしょうか。このゼブラゾーンは道路標識、不画線及び道路表示に関する命令別表第3、第5条関係によって、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に置かれています。要するに、交通渋滞や交通事故の危険を減らすことが理由で設けられているのです。ゼブラゾーンの道路渋滞の危険度を減らす点として挙げることができるのは、右折待ちの車両が数多く待機できるところでしょう。右折待ちの車両が多いケース、右折レーンに収まりきらず車両が直進レーンに至るまで列ができてしまう場合があります。そういった事情から、直進したい車両が前に行くことができず道路渋滞が起こってしまうケースがあるのです。ゼブラゾーンの活用によって道路渋滞が起きにくくなっているというわけです。その結果、ゼブラゾーン内を走ったり並ぶことは法律上は問題ありません。にもかかわらず、びっくりするかもしれませんが、ゼブラゾーンでは交通事故が起こりやすいと言われています。以前は右折するためにゼブラゾーン内を直線してきた車両と、ゼブラゾーンを使用せず右折レーンの白線を遵守して進路変更をした車両の衝突事故が起きていました。通常であれば、直進車より経路変更をした車の方が過失が多いものです。そうだとしても、ゼブラゾーンはそもそもドライブを予測していないという意識が一般的であるので、過失が修正されることもありえます。そのような場合は、ゼブラゾーンを走行した直進車に 30% から 50%、 進行方向を変更した車に 50% から 70% の過失が加算されるのです。ではゼブラゾーンはどういったやり方で活用した方が良いのか。まず、道路上が空いているときは可能な限り右折レーンを使用することをお勧めします。例えて言うなら、道路上が混雑しておらずゼブラゾーン活用する必要性がない場合は、無理やりゼブラゾーンを走行する必要性がないと言えます。逆に、右折レーンが詰まっている場合や直進が詰まっており右折レーンに並べない場合は、本来のゼブラゾーンが有効性の高いシーンと言えるでしょう。ゼブラゾーンを運転するケースでは、あまりスピードを出さないことが大切です。ゼブラゾーンは普通であれば走行を想定しないということを考慮すると、できるだけ速度を出さないことが安心と言えます。本来は進路変更を実施するときに合図を忘れてはいけませんが、ゼブラゾーンを使用したい場合、合図が必要なのか抽象的、つまり先述した事例のような意外なタイミングで前方の車両がゼブラゾーンに入り込んでくることがあるかと思いますので、これに関するケースに対処できるスピードで走行することを意識、前方と後方を注意しながら使用しましょう。ゼブラゾーンを走行しても法律上特に問題はありません。渋滞の抑止や事故のリスクを減らす役割を持っていますが、一般的には走行を想定しない特殊な区域なのです。ゼブラゾーン内での事故も起こりやすいとされている上、過失の割合も変わってしまうことから、
走行するには注意が必要な区域であるとも言えます。しかしゼブラゾーンの本来の使い方を解釈すれば、渋滞や事故のリスクを減らすことができます。今回はゼブラゾーンはどのような理由で存在するのか、トライクで通行しても OK なのかについてお伝えしました。それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またツイッターインスタから DM であなたのトライクに関するお悩みを個別で解決させていただきますので、フォローの方もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。